お疲れちゃんです。ラットです。だけど今回もクラッシュロイルやっていくんですけど、今日はですねこちらペッカバルーンデッキやっていきたいと思います。でペッカバルーンの、ちょっと新しい形ですね。今までだとアイスウィザードが使われてたんですけど、アイズね、ちょっと前の下方修正でファイアボールでワンパンされるようになったので、アイスウィズ使うぐらいならアイスウィズの枠がこうザッピーであったり、マザーネクロであったり、このデッキではエレウィズであったりだとか、エビズ使う必要ないよねっていうのでエレキになって、そしてザップの枠がねボンバーですね。今ゴブドリ大量発生中ですね。でボンバーは本当どのデッキにでも入っていいぐらい最強カードなので、ボンバーも入った新型のねペッカバルーンやっていこうかなと思います。さあよろしくお願いします。なんか最近こうゴレとかクローンとかちょっとそういう系しかね、あとホグとかかしかやってなかったので、なんかこういう感じのちょっとオシャンティーなデッキを使うのは久々な気がします。さあフリーズでございます。 U のボンバー、いやーこれちょっと痛いんですけどキング起動優先します。さあ U のファイボーとなると、ペッカラムの新しいバージョンとか、陸でこう攻めるデッキ、ファイボーってちょっとわかんないな。普通にペッカ工場のファイボーなのかな。ペッカ工場のファイボ説はある。いやー違いましたね。陸で攻めるデッキですね。マザーネクロか、マジックアーチャーかエレキか、その辺の対空4コスタゾーンが2枚多分ね、入ってると思ったんですけど、インドラパターンですね。で、インドラ僕めんどくさいっすね。あ、でもエレキいんのか。エレキがいればいいんですけど、エレキちょうど今出した3ターンなので、これ厄介ですけど、今でも相手、インドラ使ったんですよ。ってことは対空1枚しかないんですよ、残り。これ GG っす。エレキかね、エレキじゃないのかな。さあエレキですね。GG とか言っといて、ファイボが回るか、一発も入んないですけど、流れとしては全然悪くないですね。で相手のこの陸攻めデッキに対して僕陸行きがそこまで優秀じゃないんですよね。エレキと、ペッカー重いですしね、簡単な受けっていうのがないので、そこをちょっとね許容しつついい感じにカウンター決めれたらなと思います。暇だな。ケツペッカしてもいいけどな、しなくてもいいな。さあドリル来た。お、待って、相手レベルバカ低くね。これちょっと言っていいですか。ドリルって4コストなんですよ。あれ結構コストあるから、ドリル割いてすぐだと結構チャンスになるぞ。いやインドラか、インド使ったら、一回待ってからのもう次で仕掛ける説あるね、ここで。でこのエレキにファイボプラスタルとか、なんかねこのエレキ突破されるとちょっとやだよねっていう。さあタルババ来る。一回我慢しようか。いや我慢ですね。やべ困って、相手のインドラ、オッケーオッケー、インドラ焼けた。いや流れはいいね、このペッカプラスが強いぞ。ですがこのね相手も分かってる、インドラが刺さること。僕も一回我慢してやっぱ無理に攻めるとねその瞬間ピンチになるんで、やっぱ我慢大事で、これ遅れて多分ボンバーだけで耐えれるんですよ。だからここで攻めて、このエレキ多分邪魔なんで、いやでもエレキ一発殴ったらフリーズでよかったか。いやでも逆に俺のエレキがいい。いやナイス。いや来た。さあ神教からのバルーン通る。あ300か、300遠いな地味党なんですよね。これ行きたいけど絶対出てくると思うからな。ちょっと待って、なんならこれさもうバルーンフリーズで終わりじゃない。インドエレキですよ。あいやーさては神振りで、タワー、やばい。全然だった。一回落ち着いて。いや、どっち来るかな、相手。左。もう我慢ですね。我慢。で、これはね、ペッカでいいよ。間違いなくペッカでよくて。よしよし、エレキも冴えてる。相手これ、コスト使いすぎっすよね。どっからどう見ても。で、この瞬間に逆サイユーノとか来ると、ちょっとめんどいけど、これは行ってもいい。相手結構コスト使ってるから、高めエレキぐらいしかないんじゃない。ああ、からのエレキズシャン。いや、来ない。終わったんじゃない。おい、ナイス。ドリルレベル6っていうのがね、無視しやすかったけど、言うてボンバーいるし、あんま変わんなかったんじゃない。現環境バージョンですね。前のザップがボンバーになるっていう。
すごい大きな変化ですけど、本当に今の環境、ボンバー入れるだけでデッキ安定しますし、環境にも戦えますし、まあ、ボンバーとりあえず強いんでね、絶対使った方がいいです。さあ、今回はウォールブレイカー。まあ、ウォールブレイカーゴブドリとかも流行ってるので、まあ、ゴブドリの可能性もあるし、あ、ディガーか。ディガーウォールブレイカーですね、普通の。ヤリゴブコウモリとかかな。インドラだ。え？インドラ？インドラですって。ちょっとこれわかんないな。これはもう、ペッカーで、エレキで、形組んじゃおうかな。なんか、ウォールブレイカーって基本、うわぁ、なんだこれ。最悪ですね。うちのペッカー、無能になるっすね。まあ、無能は無能なりに頑張っていただいて、右サイドを突破してもらってね。これ本当はボンバー、コスタがね、もうちょっとあるとよかったんですけど。うん。さあ、ランバーでも持って、このランバーにバルーンをつなげたいっすよね。理想は。残ってくれるか。で、インド咲いたから一応飛ばすんですけど、ファイブを使ったしね。相手の体育はちょっとわかんないので。さあ、これ金魚としてな。いや、ただただ普通に守っちゃったな。いや、痛えこれ痛えこのインドラ痛えよマジで。このインドラえぐいな。これボンバーからのエレキか。まあ、これが正解か。さあ、新鋭隊。新鋭隊リババだったか。トルネいらんかったっすね、あの辺のチョコナ。新鋭隊リババ、インドラ。対空がインドだっけっすね。なので、まあ、左側は折れますね。左側折れるんですけど、問題は折った後ね、どうしようかなっていう。まあ、リババなんで気合で。なんで一旦折って、その後から考えようか。折ってから考えます。まあ、ファイブをしても一発入る。エリババっすね、マジで僕。まあ、ボンバー最強だからね。ちょボンバーゲーして。ちょフリーズでいいや。ペッカ間に合うかな。いや、間に合うんだなそれが。いや、でかい。いいよ。これはね、もう形組むゲーですから、相手がイントロサックのもあったりだとか、後ろからボンバー、まあ、ペッカとか、足遅い系出して我慢して我慢ですね。で、ファイブ持ってましたね、相手。まあ、だから、ちょっとエレキ出したいけど、出すタイミングとかもちょっとむずいよね。ヤナアメファイブですね。さ、我慢ですね。マジで我慢ですね。本当に我慢。さあ、ペッカ来た。いや、頑張ってほしいな。なんかすげえデッキに負けそう。いや、いい。いや、いい、取るね。耐えた。難しいね。インドラ今回ってるでしょ。ランバルで真ん中インドとか来ればエレキで踏めるんだけど、こっちに行こうか。さあ、で、あのインドラがマジ最強なので、一旦我慢して、真ん中エリババとかもワンチャン。いや、ベビドラスルーするんかい。天才だね。これさ、体育ないから、まあ、ここでファイブを絶対使わすっていう。いや、めっちゃいい、めっちゃいい。なんなら、ファイブ絶対、とかファイブしかないから、フリーズも打って、ヤナアメとかちょっと使わしてね。そしたら僕のボンバー無双する。よしよしよし。いや、いい。バルーン一発マジでいけ。さあ、これは。トルネで下げて、エリババ一発、これ世界変えるからな。気をつけたい。オッケーオッケー。タイル。いや、流れ完璧っすね。これもう勝ったな。これ止まんないっすね。僕も相手の親衛隊止まんないんですけど。インド割いて、フリーズパッキンして。オッケーオッケーオッケー。あぶねー。すごいデッキ引きましたね。親衛隊エリババ。まあ、ディガーウォールペーカーか。まあ、最近だとちょっとないようなデッキだったんですけど。まあまあまあ、勝ててね。ギリギリ。エレキ、インドがやっぱ流行ってることによってね、活躍していきますね。さあ、よろしく。まあ、というわけで、フリーズの使いどころが結構大事になってくるかな。まあ、序盤結構、なんて言うんだろうな。手札回し普通にむずいから、もう防衛でね、ゴリゴリ使っていいと思います。守りにフリーズ使って使って使って、もっと最後にタワー折るって時にフリーズ打てばいいだけなので、攻めで。まあ、それまでは本当にね、陸受けカバーだったり、空のカバーだったり、ちょっとやばいなと思った時にフリーズ使って守ればいいと思います。守って守って基本的にはカウンターかな。
サスケコウモリ ISP めっちゃ回転早いなー。相手なんだこれ、バルーンとか。さあポカちゃん、これは近機動できるね。スケ ISP コウモリのゴブリンバレルっていう、なんかすんごいデッキきたな今日。すごいぞ。さあプリンセスですね。まあ枯渇にはほぼ確で入るプリンちゃん、最近評価も上がってます。でペッカの後ろのベビドラム、おい、ペッカの後ろのベビドラもめっちゃ強いですね。ペッカベビ、ペッカエリキも強いですね。ペッカエリキはペッカ対面にあのなった時にユニットを残せますっていうか、なんて言うんだろう、相手がビリビリするので、この僕のペッカと相手のペッカだと僕のペッカの方が殴る回数が増えるんですよ、こんな感じで。で、ペッカ対面勝ってユニットを残して戦えるみたいな、そんな感じのイメージができるので、まあ、ペッカの後ろにエレキつけておけばとりあえずなんとかなりますね、ぶっちゃけ。そう、とりあえずなんとかなって、まあ、あとは、ユニット同士のぶつかり合いの時にフリーズをつけてあげると、もっといいかなっていう。こう定まって、コウモリとプリンぐらいしかいないんじゃない、タイク。コウモリ、こんにちは。さあ、おいしい。ああ、いっぱいいたな。ちっこいのがいっぱいいますが、まあ、どれもすべてちっちゃいので、よいしょ。さあ、トルネで処理しつつ。いや、いいんじゃない？これ、コウモリ、ロケホープリン。まあ、多いから厄介なんですけど、バルーンを溶かすのには、ちょっと相手はきつそうですね。さあ、ケツペでいいんじゃない？もう、ペッカ、ベビドラ、バルーン組めば、確定で落ちると思う。まあ、あとは守れるかとか。で、ペッカとペッカがぶつかり合うときとかに、フリーズをね、してあげると、俺のペッカだけ、ほぼ HP フルとかでね、残ったりします。で、このね、無視でいいんじゃない？相手のロケホだけ結構めんどくさいので、ちょっと、ここで固めてあげて。よいしょ。これね、相手のペッカにフリーズを打つことによって、僕のペッカがこんな感じね、めっちゃ残ります。まあ、ペッカだけでなく他のユニットもなので、なんでこれユニット同士のぶつかり合いの時にフリーズを打つっていうのもめちゃくちゃ強いので、覚えておいた方がいいです。これだけで、だって僕のペッカもボンバもビビドラも残るってなったら、もうナードっていう話なので、よいしょ。困ったらフリーズですね。フリーズ防衛、ぜひ覚えてください。ナイスだよー。さあ、なんかめっちゃ強そうな人引いた。よろしく。で、初手バルーンとかなんかやる人いるんだけど、なんでっていう。まあ、初手バルーンやっても、結局ね、対応式なのはペッカとかエレキとかで回収できるからとかだと思うんですけど、あんま俺おすすめしないんですよね、初手バルーン。まあ、やっちゃうんですけど。さあ、マスケライドラー、逆にこのバルーンに対して、まあ、マスケのタイミングと被ったのもあるんですけど、まあ、こんだけ相手がカードを抑えてくれるのはぶっちゃけ美味しい。で、あのライドラー近起動してえな。これ俺のエレキのさ、このタイミングさてはジャスト切ない。いやー、惜しい！コストちょっと無駄にしたくなかったんで、あんな感じで出しちゃったんですけど。普通にライドラ殴る瞬間に出せばよかったかな。さあ、ライドラホバー、ラバかな。で、マスケとかもいたからな。もうわかんないよね、ぶっちゃけ。何のデッキでしょう。さあ、ライドラマスケホバー、わあ。エレジャイか。いや、マジ、エレジャイ、フリーズですね。大事です。エレジャイはフリーズで止めると、だから止めなきゃ止まんないですね。フリーズ防衛大事。なんで、普通にペッカいなくても、ランバーフリーズとか、火力あるユニットプラスのフリーズで、めちゃくちゃ守れますね。いや、これもフリーズ打たなきゃ、相手のね、マスケットミニペッカで、僕のペッカが溶かされちゃうんですよ。で、しかもフリーズとレイジが被ったことによって、この相手のレイジが無効化されてるんですよね。いや、でもこれでペッカ落ちるからな、ちょっと違うんだよな。で、これベビにユニットされた瞬間、バルーンで終わりですね。いや、これ終わりですね。あ、単品でもいいな、ぶっちゃけ。ぶっちゃけ単品でもいいが、まあ、せっかくならランバーもつけてあげて、ホバのダメージも。おい、トレントかぶったナイス。いや、相手のエレジャイバカ強そうだな、なんか。ライドラホバエレジャイとかってやばいですよね。しかもミニペンもいて。いや、これもう一発入ってほしいな。おい、でかい。マジででかい。いや、こうなればもう俺のもんよ。ペッカとフリーズで、ガンエモですね。いや、ガンエモできるんですよ、これが結局ね。相手の攻撃がどれだけいようと、もうフリーズ防衛ですね。トルネフリーズ防衛。よいしょ。あれ、ライドラとかもきついじゃないですか。
ですけど、ベビードラプラスのドルネでかつフリーズをしてあげると結局何でも守れちゃうゲームなんで、これ見てこんな感じでね、ベビーの範囲がホバリングもライドラもマスケも全てを、ね、溶かしていくんですよ。でこれ最悪残ってめんどかったら、まあエレキとか出せばいいんですけど、いらなかったっすね。そうで、これがね強いんですよね、トルネフリーズ。ぜひね、あの皆さんトルネフリーズ覚えて帰ってください。トルネフリーズできるだけで多分何でも守れるようになります。あ、そっち行くな。子が親をやりに行く。これはさてはパッキンしてほしいってことか。さあパッキン、最後キングタワー持ってナイス勝利って感じで、まあ防衛フリーズですね。鍵は圧倒的フリーズでございます。さあよろしく。基本カウンターから、暇だったら最悪バルーン飛ばしてもどうぞ。相手がね、たまたま対空なければそれだけで勝てるんで、いきます。あんま良くないですけどね、もうギャンブルですけど、よいしょ。いやギャンブルですけどね、これもう本当に今僕だって8コスト使ってるんですよ。で相手まだコウモリしか咲いてないわけですから、これでもうねダクネ出されてクローン出されてジジってやばいっす。えぐいっすこれ、皆さん大ピンチっす助けてほしい。そんなことしなければよかった、最悪だ。これは大ピンチではあるが、気合でね。うわー、まじ、ザッピーいるの意味わかんないっすよね。最近のゴレクロですね、これ。ザッピー型。いや、えぐいんすよね。もう、時代は変わったっすね、クラロは。ザッピーゴレ、クローン。いや、頑張ってほしいな、ペッカ。いや、これは反省だな。これ僕の、初手バルーンはまあいいとして、初手バルーンからのトルネードをやったのがね、本当にごめんなさい。まあ、ザッピーちょっとめんどくさいですけど、まあ言うてめんどくさいぐらいじゃないですか。ザッピー、コウモリ、ダクネ、さあ、で、プリンス。いや、まあ1500折れると思うんだよ。別に守ってカウンターすれば、あれぐらい折れると思ってる。さやなめも来るかな。ちょっと怖いな、このプリンス。エレキが事故んないでくれ。端前ペッカしても熱いけど、まあ、一旦守りましょう。守って、しっかりバルーン、ランババルーンフリーズ決めれば絶対折れるので、しっかりやっぱ守ることが大事。で、ここはもうペック出しちゃったんですけど、まあ、逆サイクル来ても多分ランバーベビーフリーズトルネーとかで守れます。ぶっちゃけ。オッケーオッケー、さあ、同サイクル。これえぐいよな。もう真っ向勝負来るわけですから。いや、来ない。さあ、ここで逆サイパターン。いや、これはちょっと嫌だな。いや、さ、めっちゃ嫌です。いや、めっちゃなんですけど、落ち着いて守ります。落ち着いて、フリーズ。いや、待って、あいつ行かれた。あいつ行かれたのマジでバカ。いや、相手守ってこねえタイプだ。いや、待って、やばい。マジでやばい。もうちょっと守ってほしい。いや、もうちょっと守ってほしい。いや、思った以上に防衛をしない。いや、でも耐えたぞ。耐えたぞ。いや、でかい。マジででかい。でかすぎる、でかすぎる、でかすぎる。これもう、ベビードラゴンも行きてえな。ベビードラ行きてえけど、いや、一回守るか。これ一回守ります。僕、550守ります。いや、相手のものでもちょっと、なんか、いい攻めなのか。なんか、あの虫加減が絶妙でしたね。で、僕は、ザッピーがね、本当に厄介なんですよね、この。さあ、クローンしてくんねえか？いや、クローンタイミングかぶる、でかい。いや、ザッピーで俺のベビー行かれるの、マジで話が違う。よしよし。いや、これもうめっちゃいい流れよ。めっちゃいい流れよ。で、バルーン行って、あ、待って、バルーンと、エレキなんかミスった。うわ、最悪だ。いや、待って、ミスった。ユニットで行こう。こうなったらユニットで行って、相手コウモリぐらいしか対空いなかったもんな。よしよし。いや、ザッピーいたわ、そういえば。いやー、このフリーズは一応やるけど、カウンターがえぐいので、いや、いい、ザッピーだ。ザッピー6体いる。やばい、もう一発？いや、ザッピー6体が。いや、これでも耐えれるぞ。マジで。これ耐えれるぞ。本当に。絶対耐えれる。なんならこれ来なかったらもう、俺が無限にバルーン攻めればいい。相手このベビドラマジできついだろうな。いやーでも俺このゴレがきち。さあトルネで耐えたい。トルネで耐えたい。いやトルネいらんかったこれ。相手がクローンしなかったんだから。さあ一旦ちょっとフリーズして、丁寧に行こう。フリーズして、ペッカに暴れてもらって、ザッピーいない時のランバルが無双するんですよ。ザッピーいない時のね。いたら話は違う。でさあベビドラ。
でペッカーで柳雨で僕のボンバー行かれるけどみたいなね。でここでここを処理したい、あのザッピーを処理したいの俺は。オッケー、ザッピーさえやれば、オッケー、来た、勝った、勝った。あ、これもバルン、バルーン、ベビドラ、フリーズだけ構えて、パッキーン、プシュボンバー、トルネード、よし、来た。いや、これは来た。あ、オッケー。いや、危ねえ、マジで、ザッピーいるだけで、話がすよね。解けねえもん。はい、というわけで、いや、めちゃくちゃね、これ黒いんですよ。もう絶対勝たなきゃいけない相手ですけど、マジでこれぐらい追い詰められる。まあ、しょっぱなバランしたのはあるんですけど、追い詰められるぐらい今、ゴレがついたのもありますが、こういうね、ペッカバルンデッキ、めちゃくちゃおもろいです。フリーズの使い方がね、まあ、慣れが必要かなというのもあるかもしれないですが、よければ皆さん使ってみてください。現環境バージョンのペッカバルンでした。では、終わります。よければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。